魔王伝来たぜ。で、どうしようかな。あのマナストーンみたいなやつを触らずに、右に行ってみるか。前にマナストーン触った状態にして、右に行ったら巨人が出てきたような気がするんだけど、で、戦闘は一旦逃げて、一応右に扉のようなもんがあるから、入れるよね。はいはいはい。あー、やっぱ雰囲気違うな。巨人がいる部屋に繋がってないから、宝箱だけとりあえず回収、霊種いただいて、まあ、雑魚戦は、逃げていいか。雑魚戦は逃げて、奥の方、いやーダメだね。こいつ、当選もしてるタイプの敵かもしれない。あ、でもゴールドバーム、いや、逃げよう。ゴールドバームとあの羽の生えたゴブリンがいるから、羽の生えたゴブリンが結構硬いからさ、うん、で巻いて、あ、待って、あ、はまった。最悪だこれ。裏に通路あんのかなみたいに思ってたんだけど、裏に通路ねえなこれ。いやだから最低でもこの敵1体か2体ぐらいは倒さなきゃいけないっぽいね。まあしゃあないか、倒すか。で、技ポイントとかも節約しておきたいなみたいには思ったんだけど、思っただけで実際にはもう節約はしない。で、回復に関してはエレンがとりあえずパワーヒールで、パワーヒールだっけ、まあ、ゲントの杖みたいなものを持ってるから、まあエレンに任すことにして、ああそうだ、ポールにリバイバとか覚えさせたんだけどさ、まあ術ポイントが低すぎて使えないんだよな。だからポールは術ポイントをどっかで上げておきたいなみたいに思ったんだけど、もういいや、それもめんどくせえ。ノーラの代わりとしてポールを使ってるようなもんだからさ、どうにか頑張ってもらいたかったんだけど。で、タチアナは、まあスネショでいいか、スネショ放って、で、ボストンも、まあボストンぶん殴りで、いや、いっか、待て、サンシャインでいいか。サンシャイン意外といいんだよ。サンシャインってこの全体攻撃なんだよな、これな。で、アンデッド系にそこそこいいダメージ入ってくれるから、まあ、単発で敵一体ぶん殴るよりかは、うわ、デタラメや。え、こいつ硬いやつか、この子硬いやつか、あの、この、旗が、腰に旗を突き刺したやつ。うわ、もったいないな。敵一体しかいないんだったら複数技やんなきゃよかったな。今の骸骨、そこまで HP 高い骸骨じゃなかったっぽいね。で、お金とかもありがたくいただいて、待て、こっち。ないな。もう戻ろう。んで、ここの、多分正面があれなんじゃないかなと思うんだよ。正面に行ったら、オッケー。正面に行ったら、また別のどっか繋がるから、はいはい、トイメンじゃねえや。シンメトリーになってるんだなって、結界石いただいて、よく今、宝箱取るときに戦闘なんなかったなとは思うんだけどさ、で、あれを、カムシーン使わない方がいいんだけど、これ、おじさんカムシーン外せないよね。イービライで普通にぶん殴って、まあ、こういう敵が1体しか出てこないツンデレチャンスは、まあ、こっちも節約も兼ねて通常攻撃でぶん殴るのが一番いいと思う。で、今日もコーラを飲みながらやっていくぜ。いやー、やっぱうまいね。いや、昨日に引き続き今日も休みだからさ、その朝に寝起きで撮ってんだよね。寝起きでコーラを飲みながら、まあ寝起きって言っても、もう1時間半ぐらい経ってんだけど、目覚ましてから。で、あ、待って、こいつ今、ワンタンキルできなかったのか、意外とタフなのか。前にもこのレッドシューズ、戦ったことあるよね。そんなに強くないだろう、1体だけだし。うん、はい、楽勝楽勝。んで、これで、まず、マナストーンか。マナストーンに触れない状態で、真ん中の扉に行ったらどうなるかの検証だよな。あ、真ん中と、扉、あ、いや、あるか。ないように見えたけど、あるわ。これ、どこ繋がってんだ？こっちもう完全に初めて来てるよね。初めて来てるわ。だからミラージュパレスっぽいな、聖剣伝説3の。あそこも床がガラス張りになってたような気がするんだけど。はい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 。え？あのドクロ、鏡の裏面にいないか？フィーグムント戦みたいな感じになってない？戦闘な。
いや、ただの雑魚キャラか。いや、鏡の中の裏にいたからさ、その聖剣伝説3のフィグムント戦と同じ感じになるんだったら、その要は戦闘なってるけど、その触れることができないから物理攻撃効かないからさ、戦闘になることないかなみたいに思ってたんだけど、まさかの戦闘になるっていう。まあボストンはこのまま、まあ、サンシャイン池崎でやっていこう。超振動拳みたいな技使ってきたのか。うわー、混乱しやがった。混乱かバインド食らった。この全体技いずれおじさんも覚えてくれんのかね。なかなかかっこいいモーションだから覚えたいなみたいに思ってるんだけど、こいつそんなにアンデッド感ないからそこまでダメージ食らわんのか。で、いいね、ワンタンキルして、お金がな、もっと手に入れば本当に楽なんだけど。ここは待って、どうなってんだこれ。扉の位置がこっちじゃないな。階段、段差登って右の方にある。これは扉だね。うわー、鏡の中に嫌がるぜこいつら。え、でもこれさ、鏡の中の範囲でしか動けないんだったら別に、いやなんで戦闘になった。鏡の中の範囲でしか動けないんだったら別にそのまま逃げ続けるか、敵の射程の範囲以外に俺が移動してしまえばもうどうってことはないよな。ザマーって感じだよなこれ。鏡の中のマリオネット状態だよね完全に。んで右に行って、うわ、ここも鏡の中のマリオネット多すぎだろ。うわー、戦闘になっちまった。しかも位置があんまり良くなかったよね。これハマった可能性あるぞ。逃げれるか。あー、ダメだ、これやんなきゃいけないパターンだ。うーん、オッケー。人権乱されてるけど、さっきより数が少ないから大丈夫。で、雰囲気的にこいつら誘惑してきそうだよね。誘惑してきそうだから、まあ普通にぶん殴りで。もう珍しい、二人とも誘惑的な攻撃、ロックブーケのような攻撃してこなかったかな。雑魚だ。やっぱピクシータイプの敵ってそんなにあれだよな、 HP 高くないよね。てかボストンのぶん殴りが強いのか。もうほんとスライムタイプ以外の敵にだったらボコスカダメージ与えられるからな。あー、でこっちにもこいついんのか。はい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 、いや来んなお前。オッケー巻いた。で右行って、シンメトリーなってるくさいか。いやー、これ戦闘不可避かな。ちょっともうちょっと引きつけて。ダメだった。これもしかして順当にあれじゃないか、ボスのいる間に進んでるんじゃないか。いやー、なんか順当にボスのいる部屋に進んでそうな気すんな。いや、戻るべきか、どうしよう。いや、途中の分岐も気になるし、戻るか。いや、このまんま突き進むのも手かなとは思うんだけどさ。うん、いや、ダメか、ぶつかるか。いや、でも今度は逃げられるはず。まあ、進行方向の方にいるわけじゃないから、まあ逃げれるでしょ。だから奥に行く前に、まあ、巨人とかを倒しておきたいんだよな。巨人は多分宝箱を守ってるから、まあ、要はあの裏の世界出したら出したで、あいつら、まあ、巨人とかそういう輩が宝箱を守ってるっていうだけで、進行方向ではないはずなんだ。まあ、俺のあくまでも予想なんだけど、希望的観測なのかもしれないんだけど、いや、こいつ本当にめちゃくちゃしつこいな。ちょっと早く脱出させてくれ。一旦上に逃げればいいか。で、あの女が右に行った時に、いや、おじさん、ちゃんと歩いてくれ。完全に右に行った時に、いや、めちゃくちゃタイミング悪かっただろ、今。なぜ動かしたし。で、逃げて、敵も今の状態よりも2段階か3段階ぐらい強くなるらしいから、まだその、逃げれるんだったら逃げた方がいい。待って、あいつイカロスって名前だったのか。今イカロスって表示されてなかった。
あれだよな、ギリシャのなんかあるよね、歌でさ、勇気一つを共にしてみたいな歌あったと思うんだけど、それに出てくるような。ちょ、はよ右に行けよ。俺今もうイカロスについて話したいんだからよ。ちょっとはよ右行ってくんねえか。タイミング難しいよね。今オッケーオッケー。なんか昔ギリシャのイカロスはみたいな歌あったよな。はい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 、こっちの部屋はあれだ、宝箱あるんだ。こっちの部屋っていうのはあのここね、ここの分岐を右に行ったら宝箱がある。まあこいつらは強制戦闘せざるを得なさそうだ。3人もいるのか、3人っていうか3体もいるのか。あー、新キャラ出てきたな。いや、一回見たことあるんだよ、あの後ろにいるボーンドレイクってやつ見たことあるけど逃げた。うんで戦うのも初めてだね。で今立ち穴になんか装備させてたわ。魔獣の皮だっけ、魔獣の皮をあのノーラのところで鍛えて、なんつったっけな、ビーストレザーだっけ、ビーストレザーみたいな名前の装備品いただいて、それを立ち穴につけてるんだけど、毎ターンあれだな、おじさんみたいにリジェにかかったような状態になってて HP 回復してくれんだよな。お、羅刹のベルトだぜ。いいの手に入れた。ここはもう用ないから逃げて、羅刹のベルト装備品だと思うんだけど、あ、服なんだ。いや66でしょ。いや軽い服だと思うから、鎧と違って軽い服だからそんなに重くはないと思うんだけど、66は66か。革のブーツの代わりにつけれる、つけれるね。いいね。ボストにとりあえず装備させてあげて、で今そのまあこの立ち穴にビーストレーザーつけて、あと炎獣の革だったっけな、炎獣の革っていうアイテム持ってたおかげで、炎獣だっけなんか炎の皮か炎の鎧みたいなの持ってたと思うんだけど、それをまた開発を、あっぶな、開発元に預けたら炎の盾を開発できるよみたいなことを言い出してさ、んで今炎の盾を開発してる。でここの奥だよね、ここの奥に巨人いたよね。いや、いけるかな。いや前にランスだっけな、ランスかどっかの西欧病で巨人とは戦ってるから、まあ勝つるはず、いけるはず。そん時と同じジャンルの巨人かな、こいつは。見た目同じだもんな、あん時の巨人だよねこいつ。うーん、でもう全力、まあ初手はやっぱ全力だよな。でまずはベルセルクだ。まずはベルセルクをかけて、まあおじさんカチカチにして、今誰が一番攻撃高いんだろうな。ノーラがいた頃はノーラの槍の攻撃が一番高かったからさ、まああと敵の種族にもよるか。アスタンしたかなと思ったけど大丈夫だった。いや、ダメージ量で考えたら圧倒的にあれだよな、やっぱ弓使いのポールが攻撃力低いからさ。いいね、おじさん、おじさんの疾風拳強いわ。弓使いのポール回復に専念させたいんだけど、ちょっとね、術ポイントが低すぎるっていうのが懸念材料だよな。1回しか使えないからさ、なんだかなーって感じだよね。まあショットウェーブ使って、まあとりあえずエレンよりも、まあ、ボストンの方が攻撃力はあるから、ボストンの方にベルセルクかけてボストンも攻撃。いや毎回面白いよねこれ。いや毎回言ってるけどさ、わざわざ敵の方が近くまで寄ってくれるっていうさ、その仕様面白いよね。あー、まあまあ全体攻撃痛えな。これ陣形変えた方良かったかな。縦一列に対しての攻撃みたいなさ感じじゃん。
あ、待って、タチアナが毎ターン HP 回復してたのに回復しなくなった、なんでだ。でパワーヒールを自分にかけて、いやこいつもあれだな、いやもうムーンシャインとかあれだよ、セルフでやっていくしかないな。もうこのターンで巨人が攻撃してきたら誰かしら死ぬと思うから。あ、でも一番カチカチのおじさんがそのまま生き続けてくれればそれが一番いいんだけどさ、パワーヒール自分にかけるとちょっとシュールだね。でポールは肉壁としてしか機能しなさそうだ。回復魔法とかもろくに使えないんだから、なんかいてもいなくてもそんな変わんないっていうかさ。あー、オッケーオッケー、前戦った時よりもスムーズに倒してる。で全員死ぬことなく戦えてるからよし。いや、ボス戦ぐらいあれ使った方が良かったかな、回復系の。あ、隕石のかけら来た。これあれじゃん、クリスナイフとか開発するのに必要なやつだな。隕石のかけらが2つ必要だったはずなんだ。だからこのシンメトリーになってるのであれば、ここの左側にも同じようにいるはず。同じように巨人かなんかいて、いや危ないなこいつら。スルー、オッケー、絶対無理だと思ったけど、あ、はいはい、うちょ、シンメトリーになってなかった。もう拍子抜けだよね。こっちがあれなのか、正規ルートなのかな。さっき戻ってきちゃったけどさ、うわー、いるな、いるな、いるな。ここの部屋が何部屋なのかよくわかんないよな。あの牢獄みたいなところをそこまで探索してなかったけどさ、もしかしたら宝箱とか隠れてたのかな。で、こっちの部屋はこっちの部屋で何なの。いやーもうわからん、こっちが正規ルートだったのかな。あー、だって続いてるぜこの感じ。え、いやまた分岐だな。え、ここめっちゃ広くない。いや行くかもうわかんねえから、もういざボス戦になったらボス戦になったで、その時はその時なのかもしんない。んで、うん、待って、陣形乱されてるからちょっと逃げたいな。まあ、この状況からだったらもうどうにもなんないかなと思ったけど、意外とどうにかなってる。はいはい、で分岐があって、え、ボス部屋？いや単純に宝物庫があるだけか。この雰囲気ボス部屋っていうよりも宝物庫がさっきみたいに巨人がいそうな。はい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 、ドラゴンね。ランスにいたドラゴンと同じドラゴンじゃないか。前なんか戦ったことがあるようなないような。いやもうポールせっかくだから術の力が上がるかもしんないから、ワンチャンそれにかけて。あー、でもエアスラッシュよりもシャドーボルトの方がいいかな。敵が火属性っぽいからさ、エアスラッシュって火属性の技だから使わん方がいいでしょ。でベルセルクをまあおじさんにかけて、でボストンはペルソナ。ボスの足速いのいいよね。 70% くらいの確率で一番最初に行動できてる気がする。うわ、ゼロ、シャドーボルトですらゼロか。あー、まあまあ痛えな、まあまあ痛えわ。のんきに術使ってる場合じゃなかった。いや、なんならエレンに今あれだな、技使わせるより回復使わせた方が良かったかもしれん。で、立ち穴回復してるね。うん、で、パワーヒールで、まあ、攻撃の要になるボストンは回復させておきたい。で、ショットウェーブ使って、あ、もうベルセルクもこんだけしか使えないのか。燃費がな、マジで燃費悪いわ。もともと入れてた、いや、サラとノーラを失ったっていうのが、痛いよな。あいつらもうしばらくもうそのままラスダンまで使い続けるみたいな、そういう気持ちでいたからさ。まあ、その代わりにタチアナとポール入れてしまったせいで
回復がね、回復が追いつかない。回復とかバフとかサポート、サポートの類が追いつかないんだよな。んで今だ誰が死にそうなのかもよく分かってねえんだけど、いやもうタチアナも普通にサザンクロスとかぶちかまして超次元ペルソナ、まあなるべくローコストで回復できるんなら回復したいよね。ああオッケーオッケー、よかった。そんなに強くないな、ヤミーとかと比べれば全然大したことない。あ、ショットウェーブの極意、ショットウェーブの極意を手に入れたってことは別にショットウェーブの技を忘れても問題なし。あーだけどあれだよね、別にそんなあれよね、忘れる必要ないもんな、まだもう一個技覚えられるんだから。トリナード飛行生物に効果だよ、そういう効果だったんだ。カスメル矢を放ち衝撃で敵を混乱させる、イドブレイクってそういうあれか、カエルに効果絶大。はあ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 、ヘビが出てくるやつかこのサイドワインダーって。あーでビーストチェイサーは獣、なんかいまいち分かってないまま使ってること多いからな。あカエルに効果絶大、これもスネークショットもそういうことか、やっぱりヘビが出てくるやつだから。あーでサザンクロス、クロスを切るからアンデッドに効果ないと。いや技の名前から、名前とエフェクトから判断できそうなやつはちらほらあるよね。でここさらに分岐があるってことはないであってほしいんだけど、それぞれ宝物庫になってるっていうオチだったら一番平和、平和的解決ができる。うわ荒ぶってんな。500オーラもお金だけいらねえな。オッケー、うまく巻いて逃げてきた。でさらに下に分岐があって、ここも宝箱かなんかあるんじゃないの。待って、普通に繋がってる、普通にどっかに道ができてるってこと。派手な貴婦人みたいな輩が出てきたんだけど、あーそうそう、これこいつらが、こいつらが出てきた。うんでバナディースって名前なのか。まあ派手な貴婦人が出てきて、まあ、初めて見る敵だから何回か逃げてたんだよね。何回か逃げてたら別のハエみたいなフェアリーが出てきて、そいつ倒して下に至ったんだけど、まあ、この派手なご婦人がまた出てきやがった。まあ、そんな強くないでしょ。なんかチャイナドレスなのか何なのかよくわかんない服着てるよな。足がっつり露出させて、で下行って、いやこれ順路だったのかな、もうわかんねえわ。もうボス戦になったら、まあでもアビスのゲートが近くにあったら、もうそれはそれであれだよね、イベントみたいになるからさ。あーこれ順路、わからん、広すぎない、ここ宝守ってるやついる。まあ最悪こっちが順路でだったとしても、アビスのゲートの手前で封じるか封じないかの選択肢が出てくるからさ、それでそっから判断してもいいよね。で一回クリアしちゃったらどうなるんだろう、敵が、いやそれでも敵出てくんのかな。アウナスの秘術研究所だっけ、あそこクリアした後に行ってないから敵が出てくるのかどうかを確認できてないんだけど、いやまあ敵出てくるだろうな、敵倒し、敵つうか親玉倒してもさ。いやそれ踏まえるとボス倒す前にもう宝は全部回収しておきたいんだよな、まあ、場合によってはボス倒したらそこのダンジョンが崩壊して入れないみたいなさ、そういうのもあるかもしんないから。で宝守ってたけど大したやつじゃなかったな、出てきたの。500オーラム、お金か、まあないよりマシだけど。はい、でこっち、いや純6臭いな、純6臭いわ。こっちにさっきの部屋、あのはいはい宝箱の部屋に繋がってるってことでしょ。こいつうまくやればスルーできたのかな。まあ普通に戦うことにしちゃってるけど、まあオアンネスとガーゴイルだったらそんなに強くないだろう。いつぞやの、あの時と同じ、お次元弾、おお清流殺人剣的な、あワンパンできるやつか、即死技みたいの覚えた。
青龍殺神拳は横にあれだけどな、今のは縦方向だった。んで、何かしらの装備品手に入れたんだけど、エレンはこれなん、どうしよう、技忘れさせるか。スカルクラッシュ、待て、斧技って、あー、そうだよね、極意取得してる技は忘れていいから、スカルクラッシュ忘れさせて、まあ、こんなんでいっか。とりあえずこんなんでやっていこう。うえぇ、こいつら目覚ましてんじゃん。同じマップじゃなくて、あれなの、別のマップっていう扱いじゃなくて同じマップっていう扱いだったのか。ああ、てかそうだ、俺忘れてた、今白虎の鎧かなんか手に入れたよな。で、前回のパートでさ、魔王の鎧倒したけど、あれ魔王の鎧落ちるよね、確定ドロップするやつだったと思うんだけど、アイテム欄がいっぱいだったせいで回収できなかったみたいな落ちだよな。で、魔王の鎧って魔王の盾と同様で術ポイントとか2倍になるでしょう、まあ、雰囲気的にそうだと思うんだけど。で、立ち穴の色やべえな、元の髪の色も相まって化け物みたいになってるぜ。で、玄武の鎧だっけ、今手に入れたの玄武の鎧、あ、白虎の鎧か。あー、上がるけど下がるみたいなやつあるな。いや、微妙だよな。全部が上がると、あ、まあ、これだったらいいか。あ、でもビーストレザーのおかげで、毎ターンリジェネかかってるって考えたら、ちょっとあれだよな。あ、詩人っていっか。あ、待って、でも、湖水のローブってあれか、魔法防御すごい高いのか。あー、いや、微妙だわ。ロブスターはこいつ外せないからさ。で、とりあえずこのまま奥行くけど、いやー、これ順路なのかな。なんだかよくわかんないとこ来ちまってるぜ。こんだけ行ってまた後で戻んなきゃいけないみたいな感じだったらしんどいよな。なんか白龍みたいなやつがいる。あー、強そう。嵐龍初めて戦うよね。いや、次元弾とか絶対効かないだろうから、そういうふざけたことはしないで。あー、しまった、もうベルセルク、いや、もうおじさんにかけるしかない。まあ、超知見ペルソナよりもおじさんの攻撃力の方が高いからな。まあ、これで1200ぐらいでしょ。おじさんが死にさえしなければいいから。まあ、おじさんリチェでかかってるし大丈夫よね。もうゴン攻めするしかねえわ。いやー、もったいないな。ベルセルク先にかけてくれてれば過不足なくいいダメージを与えられたんだけど。いや、立ち穴あれだな、回復するときと回復しないときあるな。何が関係してるんだ。鎧装備させてるの関係ないか。前のパートから回復ってしてたっけ。ちょ、エアスラッシュぶちかますか。で、この女ももう使い果たしちゃったから攻めに転じるしかないよね。あ、やっぱコーラでしょ。まあ、2ターン目でも誰も死んでないんだったら、もうこのまま回復することなくガンガン攻めていってもいいかもしれんな。サザンクロスってこんなに範囲広かったか。で、倒した、そんなに強くなかったな。さっき倒した赤いドラゴンよりもこいつの方が弱いんじゃないか。はい、で、お宝は、あ、隕石のかけら2個目来たね。いや、これで防具開発も滞りなく進むから、いや、いいよね、この傾向はいいぞ、非常に。はい、で、俺どっから来たんだっけ。下から来たのか、上から来たのか。いや、下から来てるはずだから、んで、これさらにどっか繋がってるな。だから先に右に行く。
宝箱あるだけだと思うんだけど、はいはい、宝箱ある。いやこのパティーンか、魚鱗いらない。でこっちの部屋戻ってきて、何がある、何のための部屋だよこれ、いらねえだろ。いや多分これ正規ルートっぽいな。だから一番最初に行った道そのまま奥に進んでれば宝箱があったんだろうな。いやー、ひよったな。ひよっちまったせいだ。待って、疾風剣とかはいいや、残像剣で。MP の節約もしたいとか、そんなこと言ってたけど、あんまりできてないよな。で、ポールって、魔法キャラじゃないのか、まったく。全然、あれだよね。魔法使ってる割に、魔法を覚えてくれないっていうか、いや、術が上がってくれないっていうか、もうただの弓使いみたいな、感じだよな。もっと早い段階で成長させてれば上がってたのかな。どうなんだろう。やっぱキャラによって最大 MP が上がりやすい上がりにくいっていうのはあると思うしさ。 OK、 ワンタンキル。あ、そろそろもう術の力とか枯渇してきてるからどうにか対処したいんだけど。あー、ミュータントみたいなやつ出てきた。いや前も戦ったことあるんだよこいつ。前にも戦ってな、火属性の技扱ってきた気がすんな。でこの敵の、そうそう、高温ガスな。でこの敵のオブジェクトがさ、フィールドマップ上での敵のオブジェクトの移動速度がすごい速かったから、こいつだけじゃなくてこいつの他にもう一体いたと思うんだけど、そいつとの戦闘も不可避になるような気がするぜ。ここをもしこのままボス戦になるようであれば、そうだな、あん時みたいに返してくれんのかな。ヴァンガードで四天王と戦って負けた時にさ、強制的に入り口まで戻してくれてたと思うんだけど、そういう感じのサービスがあれば楽なんだけど、そうじゃなかったらここの道戻るのもなかなかしんどいと思うぜ。まあ、現状今のレベルで勝てるのかどうかっていうのと、あとは回収していない宝箱をしっかりと回収できるのかどうかっていう部分が謎だからな。このマグマもあれだよね、秘術研究所限定のキャラじゃないもんな。雰囲気的に全然この背景とかと合ってねえじゃん、この敵キャラ出てくるシチュエーションっていうかさ。秘術研究所で出てきた時は背景が熱そうだったから、それになんか見合った感じの敵が出てきてるなみたいに感じたけど、もうそういうの関係なく出てきてるもんな。いや一回逃げて、こいつもちょっと足速いか、どうなんだ。こっち側に引きつけて、いや、いけるかな。これは逃げられそうだな。逃げられそうだったら、とりあえず逃げて、一旦もう進行方向の方に入っちまってるから、うわ、こいつがな、ちょっともうちょっと空気読んで、左側か上か下かどっちかに移動してくれれば、OK、OK、OK、回避できて、いやいやいや、言い過ぎじゃない？言い過ぎじゃない？で、さらに上。もうボス部屋、どこだよ？え？はい。来たことある？いや、来たことねえわ。はいはいはい。間違いなくこっちが順路のはずだ。順路のはずっていうか、来たことない道だ。で、ゴブリンとかも道守ってるから、多分何かしらの何かあるでしょう。この奥とこの下がどうなってるのかすごい気になるんだけど、まあ一旦ゴブとの戦闘をして、いやもうボス近いのかな。案外そのちゃんとした順路は短いのかもしれない。最初に探索した順路じゃない道はすごい回り道とか多かったけどさ、ちゃんとした順路の方はすごい単純な構造ですぐにアビスゲートみたいなところに繋がっ
ってるのかもしんないよな。まあ、そろそろ時間的に区切んなきゃいけない頃だろうから、この戦闘を終えて、この先の部屋、この先の部屋がどうなってるのかをちょっと確認してから、あれだな、決めたいところだよね。いや、今この戦闘でシャドーボルトを2回使ってるよな。1回使えば十分なのに、ちょっともったいない感じはするわ。で、お金もいただいて、さあ、何がつながる？え？道がないの？待てば、扉があると思ったら扉がなかった。で、強制的に戦闘になっちまったことだし、まあ、時間も時間だから、まあ、この辺で終えるか。裏で、あれだ、帰ってきて、次のパート始めるときに、ここの下の部分に入るところから始めることにしようかな。ってことで、この辺で終えよう。次回に続く。